柳沢氏は、日本の氏族、武士の家系、海、武田氏の維新で、近世には、柳沢義康が、将軍、徳川綱吉に仕え、甲府城主十五万千二百国となる。柳沢義康像柳沢氏は、海、源氏の一族である海一城氏の後裔を称し、戦国期には、海守護武田氏の家臣となり、海の国家北西部に土着した、辺境武士団、 無川衆の一員となった。その後天正八年、柳沢新賢が、上野国前白税務の際に軍令を破り切腹となると、無川衆、青木氏の出身で、横手家を継いでいた、横手信都が、新賢の名跡を継ぎ、柳沢信都と名を改めた。武田氏滅亡後、信都は、武大臣として、徳川家康に仕え、家康の関東違法に伴い武蔵国八方に、 所領を得た。信年の死後、着難の安吉が家督を継ぎ、はじめ江戸幕府旗本となるが、元那八年に、駿河大納言、徳川忠長家臣となり、忠長海域の後は浪人となった。しかし、寛永十七年、安吉は幕府より再出資を命じられ、宝蔵版や本丸広志式番等等を歴任し、430票取りの旗本となり、 柳沢宗家としてその後も存続した。また、安吉の次男吉次も、慶安三年に出資を命じられ、徳川家綱月賞1人となった。この信忠の第にはたびたび数を押され八百国取りの旗本となり、その後も代々禁止を続け、明治維新を迎えた。一方、信都氏の四名も暗中はあり、安吉と同様に、徳川忠長家臣を経て、 浪人となるが、その後立林藩主の徳川綱吉に仕えた。この吉康は五代将軍となった綱吉に徴用され、遠方八年に湘南度となったのを皮切りに、その後川用人、老中閣、大老閣に就任し、当時の幕政を主導した。また、吉康は、老中閣就任と同年の元禄七年に、武蔵国に川越藩七万国の藩主に封じられて、 初めて大名となった。同十四年には松平政を許され、法永元年には、それまでは徳川家一門のみが歴代藩主としてついていた甲府藩十五万国の藩主となった。法永六年に綱吉が死去すると、吉安は政治状況の自流を賢く判断して隠居し、着難の吉里に家督を譲った。その際に、吉安の四、男京高氏と、 いつおじ僕は、それぞれ一万国の所領を、内分分地の形で与えられ、甲府神殿藩主となった。享保9年に、海一国の幕府直轄領下に伴い、大和国軍藩藩に転法となると、吉里は、柳沢市郡山藩十五万国の藩主となった。また、吉里の郡山藩への転法に伴い、甲府神殿藩は、廃藩となり、新たに下手かしは、 越後国黒川藩一万国の藩主に、時むつみは、越後国三日、四藩一万国の藩主となった。以後郡山藩をはじめとして三藩ともに、明治維新まで存続した。明治十七年に制定された家族礼に伴い、最後の郡山藩主ホサは白尺に、最後の黒川藩主三国と最後の三日、四藩主の利田ガはそれぞれ死尺となった。なお、 柳沢家と武田思想家の皇家武田家とは密接な関係にあり、吉康は武田信玄の次男、竜薫の子孫を後家として復活させている。また、武田信明、信行、信康が養子入りして武田家当主を継いでおり、信康の血筋で現在に至っている。2010年11月2日、柳沢市発祥の地にあたる、 現在の山梨県北都市向川町柳沢に柳沢市発祥の地石組が建立され、除幕式が行われた。陸議園柳沢市の経図では、関営諸家経図伝、関西重州諸家府所在の柳沢家経図が知られる。関営府では、柳沢市は青木市から派生したものとし、武田信奈は、信虎記に仕えた、青木信貞を初代とし、孫にあたる信都市の頃に、 柳沢氏を称したとしている。官営府において、柳沢氏は、竹との接点がなかったが、官政府においては旗本、青木家と結びつけられている。官政府初修経図は、柳沢義安子孫に伝わる経図をもとに作成した、物都市、信置、信都市の代において、青木家経図と結びつけられ、演奏を、武田市所有会の一条氏の一条自身に遡らせている。 奈良県山と郡山市の柳沢文庫には、郡山藩主時代の柳沢家に伝来した家系図が伝来しており、多くは年季がなく系統が不明であるが、このうち、尊卑文脈、武田源氏一等系図をもとに作成された、聖和源氏武田流海の国主系図は、柳沢家において重要視されていた系図で、武田家系図から一条家、青木家を経て、柳沢家系図が記され、 吉安の第二新規大名として成立した柳沢家の権威工場などを意図し、武田家の後継者とする意図で編纂されたものであると考えられている。太字は当主、実践は実施、転戦は用紙、内は当主とならなかった人物。総家、編集柳沢氏、系図1イコール総家当主、1イコール吉次流柳沢氏当主を表す郡山藩主か、 編集柳沢氏刑図保証の無婿用紙。公爵、島津忠重の子。1954年養子縁組解消。黒川藩主家、編集柳沢氏刑図3日、市藩主家、編集柳沢氏刑図。ありがとうございます。